写真拡大。秋華賞 G1 17日阪神ユーバーレーベンは6日津村レースは M デムーロを背に2歩 W で浅間のいたずら3歳オープン心の灯台4歳オープンと合わせられた。直線に入ると実戦を想定して2頭の真ん中で挟まれる形で平入りでフィニッシュ。5F71秒1から39秒4から11秒4をマークした。前走後に左前肢に不安を発症したためぶっつけ本番で臨む。9月中旬から乗り込みは順調に進んでいるが手塚氏は急仕上げは否めないと慎重な姿勢。この日も時計が遅かった。もう少しやりたかったがと渋い表情だった。ただ体はふっくらして見えるし動きは一追いごとに良くなっていると前を向く。あとはオークス馬の底力を信頼するだけ。